ここで、久野が、野伏ドラゴンズに直球勝負。うん、今年のドラゴンズ。で、あいつ野球知らんって言われたら、いや、監督に言われましたって言え、うんうん、ファンも、あの一生懸命、あ、若手が今育つ時期なんだと思って、おまけてんのに、何、楽しんでんねんって、ね、言われるんですよね。ニコニコしてんねんって、うん、そう。入れ替わりの時期じゃないですか。はい、それを、まあ、プラスに考えて、ですから江川さんとしては9人じゃなく、うん、それを超えた江夏さんです。悪事働くんですよあいつ同級生ですよね。同級生です、ね、昔からその受験勉強やってる頃から、うん、そういうなんていうの、うん、頭のこうきらめきっていうか、そういうのすごかったんですよ。はあ、そちらは栃木の詐欺師ですね。さあだから多分何話の詐欺師に対してこうやっていろいろお話伺って、まだまだねその移籍した先のでの話も伺っていきたいんですけど、とにかくもうお時間来ちゃったもんですから、はい、最後に今年のドラゴンズ、去年立浪ドラゴンズ1年目で、うん、残念ながら最下位にはなったんですけど、うん、若手がいろいろ育ってきて、うん、非常に2年目楽しみだと言っていたところが、うん、まあ、残念ながらあの今非常に苦しんでいる状態と、うん、で評論家あるいは OB としてですね、今のドラゴンズどんなふうにあの思ってらっしゃるか。そうですね、あのなんて言うんだろう、まず勝ち試合を負け試合にしないことですね、うん、何試合かあるじゃないですか、はい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 、でそれをやるために何をしなきゃいけないか、うん、もちろんそのキャッチャーのリードとか、うん、そういうのも大事になってくるところだし、あと守備で負けてる試合もありましたよね、はい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 、だからそういうのをやっぱりどれだけきっちりした野球ができてくるかだと思います、うん、その1年間140何試合やる中で、強いチームいくら強いチームでもやっぱり3分の1は負けるんです。あ、はいはいはい、で弱いチームでも3分の1は勝つんです、うん、残りの3分の1をどうするかな。あ、はいはいはい、うん、だからその中でどっちにも転がるゲームってあるじゃないですか、はいはいはい、でその辺を監督コーチ含め、うん、選手たちがどれぐらい勝ちに持っていけるかいうのは、こんな口で言うのは簡単ですけど、はいはいはい、うん、これはもうやっぱりキャンプの練習からずっとそういうことを思ってやっていかないと、うん、あのできないことで、うん、当然今若いのがね結構伸びてますけど、はい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 、うん、やっぱり結局は最後守備とピッチャーになると思います。なるほどなるほど、はい、その辺をやっぱり強化しないと上にはいけないんじゃないかと、ね、うんうん、牛島さん横浜で監督もされましたけども、あの監督と経験者としてどう思われます、用意どんでね、いよいよ開幕だっていうその直前になってロドリゲスの亡命問題ありましたよね、はい、あれが全てのね、なんかあれはもう監督にとってはあんなことやられたらたまらないという、そんな部分がありませんか。ありますよね、やっぱりあれはちょっと、戦力がね一枚なくなるわけですからね、うん、はい、でちょっと今入れ替わりの時期じゃないですか、はいはい、まあそれをまあ、プラスに考えてその分清水が育ったとか、うん、いろいろ思った方がいいんじゃないですかね、うん、で僕監督がやってやっぱ調子悪い時はやっぱりチーム絶対ありますから、はいはい、だからその調子悪い時に、ああだこうだってもう言っても仕方ないんで、うん、僕の時ですよ、うん、あの今のドラゴンズに対してじゃなくて、僕の時は選手のミーティングで、うん、できることをできないことをやらなくていいから、うん、できることを、うん、毎日毎日コツコツやっていこうっていう話をしましたね、うん、なるほど、うん、だから常にとりあえず全力で走ってみんが常にとか、うん、いろいろそんなのをねこう立って飛んのもいいけど、ボンって前に落としてでもアウトしようやとか、うんうん、そんなことを言ってましたね監督が。積み重ねやからな、うん、あと山本昌さんが開幕前のここでの収録の時にね、イミジクもおっしゃってたんですけど、あの外国人次第のところがあって、うん、例えばアキーノとかいう新人がね、うん、活躍次第で1位もあれば再開もあるんじゃないかと、うん、山本さんそんな風にもおっしゃってたんですけど、うん、残念ながらその悪い方のあれがね当たってしまって、あれ秋野選手ってすごい真面目なんですかね、なんか三振するともううつむいてなんかベンチへ帰ってくるようなね、すごい責任を感じるじゃないですけど、なんかそういう優しい人なのかな、よくキャラクターわからないですけど、そういうところもちょっと
立浪監督にとっては随分計算外のところだったんではないかと思うんですけどね、うん、4人助っ人いて4人とも調子悪いってみんなめったにないですよ。そうですね、こういうの珍しいですよ、ね、中尾さんおっしゃったようにあの若手がいろいろ一方で若手ゆえにそのエラーも出てるしポジションチェンジなんかもあってエラーも出てるんですけどゆえに楽しみなあの将来性のある若手がいることはこれは間違いないと思うんですけど、そうですね、うん、はい、それがもうどう出てくるかですよね、うん、はい、楽しみではありますからね、うん、若い選手出てきてやっぱり期待、感が増えますから、はい、ね、あのまあ、チームなんか本当分かんないですよね、うん、あのヤクルトかって村上打てなかったらちょっと下位にね、うん、ああそうですね、はい、これはもう難しいですよ野球は。あ、だから野球難しいですね、特に打つ方は特にそうかなと思いますね、はい、あの去年の三冠王があんなに中尾さん苦しんでるんですね。バッティングってそんなに難しいもんですか。バッティングってね、うん、とね、一つのスイングでコロッと変わることあるんですよ。あ、はい、はい、一日で変わることあるんで、うん、それはいいも悪いもですか。そうなんですよ、いい方から悪い方に変わることの方が多いですね。坂道下るのは簡単だと、はい、あ、うん、悪い方からいい方に変わるのもあるんですけど、うん、これは徐々に徐々にっていうところがあって、うん、だから本当バッティングって難しいですね。守備ってそんなに変わんないんですよ、はいはいはい、うん、ただ、ね、バッティングってやっぱり3割3割5分でもういいバッターじゃないですか、うん、いや残りの6割5分から7割失敗なんでね、それがでも1位ですもんね。詰まってでもヒット出るとそれからどんどんこう上がっていくし、はい、悪くなるときっていうのは芯に当たってるんだけど全部正面いっちゃう、うん、それがだんだん考え出してだんだん落ちてくるっていう部分なので、うん、はい、中日は今年始まる前からねピッチャーはすごくいいと、でバッター陣がなんとか打てるようにと、うんうん、ところはそのさっきの外国人の問題もあるし、うんうんうん、それで打てるバッターをなんとかスタメンにということで特回、うん、引っかいやったところが、うんうん、あるいはポジションチェンジしながらやったところが、はい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 、今度はエラーが増えるという結果になる、うん、それから打線の援護がないもんだから、はい、いいピッチングしてたあのピッチャー陣がちょっと崩れ始めてる、ね、なんか負のスパイラルになってるような気もするんですよね、うんうん、そうですね、こう、うん、本当悪い展開にどんどんこうはまっていくというか、まあそういうもんなんですよね、やっぱり成績悪い時っていうのは、うん、だからバッターも結局打てない時にどういう工夫をするかです、はい、うん、毎回毎回同じようにやっつけられる、うん、相手ピッチャーに、あー、はいはいはい、でその辺がやっぱりどれだけ工夫できるか、あ、うん、打てなくてもいいからそういう工夫をすることによって、うん、ちょっとずつ変わっていけるんで、なるほど、うん、少しバットを短く持つとか、あ、そういう意味、引っ張るのをやめるとか、はいはいはい、追い込まれた後、はいはい、うん、追い込まれたらもう徹底的にセンター返しに行くとか、あ、そういうのもバッティングコーチ多分言ってると思うんですけどね、うん、やっぱり長く持つよりは少し短く持った方が絶対バットって確実に自分が思ったところに入りやすいんで、うん、近い近い名古屋チャンネル、そのあたりはお二人に共通するここの問題もありますね、うん、すね、やっぱ考えてやってほしいというところもありますね、はい、すね、あと内野さん、僕ラジオなんかやっててね、あの皆さんから当初というかそれを組むのは覇気が感じられないとかね、うん、負けてるとどうしてもそうやってファンは見えると思うんですけどね、負けてる見えるんですよ ね、 ね、本当に早打ちするとヒットになると積極的なバッティングね、で早打ちしアウトになるとなんか淡白なとか何とか言われる、ね、結局野球って結果が全てなんだ、ね、なってきますからね、だからもう結果をうまく出てこう波に乗っていくといい方向出るしみたいなのありますよね、だから僕監督やってた時も9連戦年に2回あるじゃないですか、でおピッチャー3人足らんけどどうしようかみたいな、そうやって言ってる時に8勝1敗とか7勝2敗とかなんですよ、分からんな野球ってってすごい思いましたね、そうです、はい、だから難しいです野球って本当に難しいよね、はい、選手はもちろん気持ちは十分あるんですよね、はい、勝ちたいっていう、いやもちろんあると思いますよ、そうだと思うんですけどね、はい、いやロッテもいつも5位とか6位でしたけど、うん、それでも選手は勝ちたいって必死でやってましたよ、うん、はい、ただ結果出ないとそういうふうに見られることありますからね、牛島さんは横浜で監督されて A クラスにもしてるじゃないですか、はい、そうですね、その時もいろいろ選手話して、うん、でいろいろやって、僕なんかもうボール球振るなって言ったんです、バッと出ないじゃないですか、そうだから僕はもう低めを振らないでくれ、うんうん、ピッチャー低めのまっすぐ低めのフォークボールの一番いい球なんだよって、
でそこを見逃し振らないでくれって言って、うん、でその代わり高めクソボール振っても構わないからって言って、うんうんうん、言ってました先生、ね、はい、うん、だからそれはいいことで、はい、だからものすごいピッチャーのいい球っていうのはヒットにする確率低くなりますよね、うん、その球打ってもヒットなんないから、うん、まあ、バッターにとってはすごいありがたいことやね、はい、うん、だからもう低めはちょっとゾーン上げといてくれと、うん、でも高めはもうどんなボール球でももう頭の上の球振っても構わないからって言ってそういうことを言ってましたね。だからなんか一つこう何て言うんですかね、腹くくらすために、うん、でこうしろって言ったらちょっとパッと出なくなるなとかそういうのは避けるようにしましたね、うん、それで監督がいてくれるとすごいありがたいのよ、うん、あのコーチもすごいありがたいと思う、うん、だから右打ちあるじゃないですか右打ちでケース出てきたらピッチャーインサイドになりますよね、ガンガン右打ちさせないために小池にバントの構えで右打ちのケースでバスターのケースやったんですけど、インサイド投げてくるから右打ちされてないからって、インサイドくるから向き引っ張って構わないからって、うんうんうん、であいつ野球知らんって言われたら、いや監督に言われましたって言えとかって、うんうんうん、もうだからその若い選手、うん、腹くくってもう思い切ってことをやっていいから、うん、でそれでまあバーンって神宮で跳ねてヒットなって、うんうん、チャンス作れてって言って、それで多分多少は楽になるやろうって思ってやってましたね、監督の時は、うんうんうん、あとそれと内間さんが得意なそのメンタルの面、このバッター今何を考えてるんだろう、このピッチャー今何を考えてるんだろう、中尾さんから言わせればキャッチャーとしてどういう配球をするんだろう、そういう読み合いっていうこれも大事なのかもしれませんね、はい、バッティングに関して、はい、大事です、ね、キャッチャーも大事だけどバッターもすごい大事なことです。そうですよね、なんとかこの負のスパイラルから抜け出して ね、はい、ね、頑張ってほしいですね、頑張ってほしい、はい、まだ残ってるんですからね、そう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 、まだ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 です、ね、本当にね、うん、それとやっぱり若手が一生懸命であることは間違いないんで、うん、そこは表情云々じゃなくて、うん、ファンもあの一生懸命若手が今育つ時期なんだと思って見てあげてほしいですね、うん、そうですそうです、やっぱりでも借金が増えていったら、うん、選手もあんまり、うん、わーとかできないですよ、あ逆にね、はい、だからもうこれはもうそう見えるのも多少仕方ない部分はありますよね、うん、なるほど、はしゃげないですもんね、はしゃげない、はい、うん、でそのなこう本当楽しくやるのがいいんだけど、うん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 、負けてんのに何楽しんでんねんって言われるんですよね、ニコニコしてんねんっていうか、うん、ニコニコしてるのとこう楽しんでんのとなんていうのかな、こうふざけてるのとはまあ違うんだけど、そんなグーッとんじゃなくてやっぱある程度その気持ちの中で楽しまないとダメです、うん、ということですね、はいはい、貴重なあの OB 先輩としてのお話を伺ったような気がしますそしてもう時間が来ちゃったんであれなんですけど、またぜひここにお越しくださって、ね、はい、ありがとうございます、いろんなお話、今度は移籍した後の話なんかもね、はい、もっともっといろいろ伺っていきたいなというふうに思いますので、いや楽しかったです、久しぶりだもんな会うのな、そうですね、もう何年めっちゃ久しぶりだよな、え、うん、僕が社会人が教えてるぐらいですか、あれいつだあったの、6、7年前、そんな前か、そのぐらいになるんじゃないですかね、うん、やっぱり牛とはねこいつ頭いいからさこう話してもすごい楽しいのよ、うん、うん、中尾さんだけですよ頭いいって言ってくれるのいや牛は俺頭いいと思う、めっちゃその回転がいいというか、うん、牛島さん久々に会われていかがでしたか、はい、いやいやもうやっぱりあのなんか当時のあれ思い出しますね、いろいろ遊んでたこともそうやし、やってたこともそうやし、なんかレジスミスやって三振取ってたなって、たまにあの YouTube で見るんですよ、はい、でやっぱり中尾さんこうやって構えてあの外ボールでいいよみたいな構えするじゃないですか、やっぱりそこに行ったら空振り、ね、でスミスじゃなくて、うん、まあ、日本人の選手に空振りしてるんですよね、だからそういうの見ながらああ懐かしいなと思いながらね見てますね。はい、今日はですね、中村さんのお相手ということで、うん、とうとう切り札を持ってまいりましたっていうか、出ないんじゃないかなと僕思ってたんですけど、うん、あ、いいよって言って、うってなんかこっちがテンション上がって、中村さんのおかげです。お前うちの学校来たいのかって言うから、うん、もう即答で。いいえつっいいなぐらいですいいえおいいえすよ。プロ野球ファンの皆さん、ピカイチ名古屋チャンネル登録よろしくお願いします。高評価コメントよろしくお願いします。待ってます。